さあ、続いてまいりましょう。今度は、うわ、すごい。プロモデル帽子っていうことは、これ、梅さん。これ、実際かぶってるやつ。よっ。これ、プロモデルなので、もう、ほぼ一緒です。あ、一緒。ほぼ一緒。ほぼ一緒。また、NPB でついてるから。ついてますね。うわ、グーネットまでついてる。グーネットまで。さあ、行きましょう。一緒か。これ、一緒ですよ。一緒です。はい。あ、かぶってほしい。かぶってほしい。値段が上がりそうです。梅さん、ちょっと今かぶっていただけるんですか。梅さんがかぶるとどんな感じですか。サイズ、あ、これで1000円も上がりましたね。さあ行きましょう。梅さんが今かぶりたてのプロモデル帽子、4000円からのスタートでございます。さあ、お兄さん来ました。5000円。お父さん、いつでも6000円。お姉さん、8000円来た。うわ、8000円、すごい。9000円。あ、俺、びっくりした、お兄さん。1万円のオーダーに乗りました。あ、後ろの観覧席さ、醤油ユニフォーム、1万2000円、ありがとうございます。相変わらずセリみたいな感じで。さあ、隣のチェックのお兄さんは、1万5000円。あ、お兄さん負けてない。1万6000円、さあ、どう来たの。お兄さんも渋い。1万7000円と来ました。さあ、どうだ。行く1万8000円いっちゃう。1万8000円かな。1万8000円なのか。行くのね、今。行く。1万9000円までいっちゃう。お兄さん、分かってる。1万9000円からの2万円が来ました。ついに雪2万1000円、2万2000円もいっちゃうか。2万2000円。さあ、今もうなんかどうなる。上がっちゃった。どうする。2万2000円。500円、500円刻んだ。そうだよな。2万2000円に行っておいて2万2500円が来て、そこで刻むのも男が去る。2万3000円。さあ、どうする。うわ、冷静に考えてよ。2万4000円。おい、いやー、気合を感じます。気合を感じます。粘りのピッチングですね。粘りのピッチングです。うん、満塁のピッチが何回来ても頑張って踏ん張ったよ。いやー、攻めの投球でした。